大井競馬11レースメトロポリタンメイカップ1200です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク6頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠14番ロードラズライトです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前。 四層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千二百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は。 ピンク色の着順が3着で、紫の丸が1200。4層前は、ピンク色の着順が3着で、紫の丸が1200。1200は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角進入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角進入予想図ですが、逃げ馬が4頭います。先行タイプがロットをいます。 この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は5番手からの競馬です。4走前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートを見ていきます。先行力は50で10位です。上がり指数は43で3位です。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。与馬場では、指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。 馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠5番、オリジネーターです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には 上位混戦の一等でで連帯四角は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1200昨年の7月は紫の丸が12001200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は花を切っての競馬です昨年の7月は2番手からの競馬です逃げ 閃光が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は70でトップです上がり指数は35で11位です楽に先行できる高い先行力を持っていますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のプラス評価していいですババ状態を見ていきますババが渋ると指数を上げています明日もババが渋ればプラス評価していいです 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠15番ロードエースです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1頭で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が9 0 900が適距離ですが3走前の紫の丸今回と同距離の1200では低指数となっています1200は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は4番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は58で4位です上がり指数は32で13位です 平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干ありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地大井での出走です大井では他の開催場と比べて指数を落としています上適性はマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます 暫定白三角を打っています。こ2枠4番エナジーロッソです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が14001400が敵距離ですが 昨年の6月の紫の丸。今回と同距離の1200では、低指数となっています。1200は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は63で2位です。上がり指数は42で4位です。 まずまずの先行力で逃げられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。上適性を見ていきます。過去1年、地方での出走がありません。地方適性は不明です。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。2枠3番、道のギャングです。能力偏差値は5位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1200、昨年の5月は紫の丸が1200、1200は敵距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は2番手からの競馬です。昨年の5月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は57で6位です。上がり指数は38で7位です。先行力は評価できません。後位につけられないリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。 レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は21週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定2 0丸を打った14番の対戦成績は有力馬との対戦成績はバと遜色ありません。暫定丸を打った5番の対戦成績は 有力ととの対戦成績は多場と遜色ありません暫定黒三角を打った15番の対戦成績は14番に対し0勝2敗3番に対し0勝1敗と負け越しています15番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った4番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定罰を打った3番の対戦成績は5番に対し 1>, 1勝0敗、15番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は、高評価できます。最後に、コース特徴と枠順による有利、不利を見ていきます。大井1200は外回りコースです。最後の直線距離は、地方競馬では最長を誇ります。直線距離が長いので、地方競馬としては珍しく、後方一騎の追い込みも豪快に決まることもあり、 展開面の影響を大きく受けるコースです。スタートは2コーナー出口で、3コーナーまでは距離があります。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。内枠有利、外枠不利の傾向があります。短距離で点から飛ばす競馬になりやすく、コーナーを距離ロスなく回れる内側が有利になっています。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、5番、オリジネーターです。 能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と展開とレース間隔を高評価しました。対抗丸を打ったのは、14番、ロードラズライトです。能力偏差値は、トップの B ランクです。枠順にリスクはあります。距離と展開と調子を高評価しました。黒三角を打ったのは、3番、道のギャングです。能力偏差値は、5位の C ランクです。 展開とレース感覚にリスクはあります。距離と枠順と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは4番エナジーロッソです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離と上適性にリスクはあります。枠順を高評価しました。×を打ったのは12番ウィンヒストリオンです。能力偏差値は8位の C ランクです。展開と 対戦成績にリスクはあります距離とレース間隔と枠順を高評価しました×罰を打ったのは15番ロードエースです能力偏差値は3位の C ランクです距離と展開と枠順と対戦成績と上適性にリスクはあります以上指数グラフメソッドによる能力適性予想の例を紹介しました指数グラフに加え 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。